あの、岡島くんの説明を急に世界観がフルハウス嫁もんさんや女性メンバー、キル娘さんが おかず力とは、そのおかずでどれだけのご飯を食べられるかを数値化したものである。はい、始まりました、おかず力チャンネル。よいしょ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 、ピピピ、おかず力調査隊、あなたです、お願いします。ピピピピピピ、太ってる人、季節感なさすぎて秋の服一つも持ってない、おかず力調査隊隊長の岩本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よいしょ、どん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 、ポポ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 ポピピッというわけでね、おかず力の方測定していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ちょっと待って、おかず力って何って肩向けにね、あの、おかず力の説明を言うから急に世界観がフルハウスだでででででみたいな、え、ジョイはい、そしたらね、おかず力の説明させていただきたいと思います。お願いしますピピッおかず力というのは、そのおかずでどれだけのご飯を食べれたかを表す、おかずとしての性能を表す数値のことです。そのおかずでご飯を 1g 食べれたら、おかず力は10として測定していきます。よろしくお願いしますピピッピピッおいピピッ2人とも当然ながらシラフでございます。本日、測定していく前に、前に前にあ、前に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 後ろ後ろ後ろよいしょ、バックしまーす。お前初心者だからできねえだろ、こんなの。あなたはあのバックがね、あの車でバック駐車するのが下手すぎて、大体頭から入れております。というわけで、今日あのお家族測定していく前に、今回ね、またお米のご提供をいただきました。拍手拍手拍手。お米を30キロ。よし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 、3人いるみたい。もうね、新メンバーのお米くんです。絹娘皆さんご存知、絹娘です。なんとおかず力調査隊、嫁もんさん以来の女性メンバー、絹娘さんが仲間でございますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。絹娘をくださった視聴者の方、ありがとうございます。伝わってないか、さすがに。あの、めっちゃいい匂いがする。この匂いしますよね。はぁ、本日のおかず登場、ピピ。うわぁ、もうピピ、おかず力スカウターピーンカンストです。本日食べていくおかずは、キッチンお守りおやつさんの秘伝のうなだり豚カルビ、豚カルビ、毎日豚カルビ。もしかして豚カルビ、これは豚カルビオリジナルソングか。毎日豚カルビ、多分聞いたことない。これはオリジナルソングですか。オリジナルソングです。でもちょっとね、今の豚カルビも歌いたくなる。あ、やっぱりメロディーラインだった。キャッチなやつですけど。もしかしてヒャダインさんですか。プロデュースの方で、豚カルビ、豚カルビ、秘伝の豚カルビ、はいはい、豚カルビ、豚カルビ、毎日豚カルビ。あの、実は僕これ一度食べたことがあって、死ぬほどうまいです。わ、本当に毎日豚カルビです、これは。豚カルビ、豚カルビ、あなたも私も、いやいやいや、毎日豚カルビ、はい、これ毎日豚カルビです。博多大市のテーマソング、こちら両 A 面シングルとなっておりますので、配信系はね、 Spotify、 Apple Music、 Amazon Music 等々で、あの、ぜひ聴いてください。レコチョク、レコチョク懐かしい。着歌フルもね、着歌とかいう世代ですか。あ、いや、僕最初が、あの、スマホだったんで。うわ、やべえ。ガラケーは使ってない。あ、使ってないです。やっぱあれじゃない、やっぱ浪人もしてるからか。関係ないでしょ。まずね、こちらの毎日豚カルビなんですけれども、あー、もうちょっと
お茶1秒飲みバケモン。余談ですが、最近我が家のね、お茶が、あの麦茶からウーロン茶に変わりました。おお、すごい。これデブあるあるかもしれないんだけど、はい、ウーロン茶って全部を浄化しそうだ。しそうな感じです。するでしょ。今日はお茶碗も、あの岩門隊長のお家にある一番でかい、もうこの植木鉢みたいな、あの、丼で食べてきて。引っ越し祝いのガジュマルぐらいでかいやつ。これもう夏休みにひまわり植えるやつだもんね。いただきまーす。あー、なんか言ってた意味が分かりました、うん、ガッと食べたい昼時とかもう全部これでいい。これやばい、食べたい日全部これ。調査開始直後にただならぬ、うん、おかず力の気配をね察知して、ヨメモンさんが慌てて第二陣を炊いております、うん、まあ、部活とかでもう帰って、うん、もうめちゃくちゃお腹空いて、もう今すぐ俺にカロリーをくれという状況で、うん、出てきたら一番嬉しいやつはこれです、うん、マジでうまい。以前ちょっとうなぎおにぎりも食べたんですけど、あ、お守りおやつさんも、お守りおやつさんのスムージーとうなぎり、あ、うなぎり、え、おいしい、めちゃくちゃ下手じゃない。おにぎり、うなぎおにぎりか、あ、いや、もうちょっと俺言わして。下手やけど。あ、こちらのキッチンお守りおやつさんが、あの福岡の道仁町の商店街の中にこうお店がございまして、豚、はいはい、カルビ丼とかも、まあ、すごい人気なんですけど、結構お店ではそのスムージー、自然由来のとか結構健康志向のめちゃくちゃ美味しいフルーツとかのスムージーだったり、あとはこううなぎのおにぎりとか、結構バラエティ豊富なメニューがあって、あとモーニングとかもやられてるようなお店なんで、まあ、本当にがっつりご飯食べたい人から、ちょっとその例えばダイエット中で、まあ、スムージー飲みたいみたいな、うん、でスムージーもちょっと飲んだことあるんです。ちょっとすみません、この見た目で健康志向のスムージーも飲んだことあって、めちゃくちゃうまいっすよ。僕ストロベリーバナナ飲んだんですけど、もうめちゃくちゃうまくて、さらになんかこうちょっと体が浄化されたようなね。なんかスムージーはお好みの温度帯に変えられますということで、はい、あの冷たいものから常温から、はい、なんとホットまであります。スープのようなスムージー。なるほど、スープポタージュみたいな、うん、この美味しい豚カルビ弁当1個400円らしい。え、マジ、うん、え、じゃあ5個買っても2000円ですか。5個買っても2000円です。確かにそう考えたら下手にウーバーとかするより下手に下手にそれはちょっとまた私の話になっちゃうから。丼一杯目完食。めちゃくちゃおなら出そうやな。やだ。あなたが食べ終わったらお願いします。おお。あ、でもちょっと引っ込んだわ。豚カルビがうますぎてあんまり喋ってないあなたにいっぱいの感触です。いや、それで言えばなんか全部許されるみたいなもんないから。食も放棄だから。ただ単に体調から厳しい指導が。そりゃそうや、体調ですから。二人しかいない追加のね、お米炊けましたんで食べていきたいと思います。食べていきます。はい、というわけで、というわけで、完食いたしました。いたしました。すごいスピードで食べた気がします。そうっすね、今回。じゃあ受け付けの発表、ヨメモンさんお願いします。お願いします。食べたお米の量発表します。はい、新た隊員 986g。 986。岩本隊長大丈夫、1000いってるから絶対。1511。本当に？マジで本当に？うん。よいしょ。俺単品だと多分過去最高だ。過去最高。過去最高。ピピ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 。それでは発表します。よっしゃ、集計結果が出ました。おかずよく、キッチンお守りおやつさんの天の豚カルビのどう、おおかず力は2人のおかず力平均して12,480。あらつさん、おいしいものを食べてると全然しゃべらんやん。でもそういうあらつさん好きです。頑張ってください。いつまでもおかず力チャンネルを応援しています。
という方や。めちゃくちゃいい人じゃん。いや岩本隊長、おかず力チャンネル最初から見てたけど、ついにこの頂まで来たなと。確かに。だけどな、おかず道まだまだ先は長い。慢心することなく突き進んでくれよなと思った方もですね、もう おかずの神みたいな人目線の多分突き進んでいた先に出会うまだ見ぬライバルたちからの声。偉い人や、うん、偉い人からの意見、はい、うん、チャンネル登録高評価、そして我々の SNS のフォローもぜひよろしくお願いいたします。いたします。はい、それでは今回の調査はこの辺で終了したいと思います、うん、また次回、おかず力調査やっていきたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。します。さよなら。バイバーイ。新庄剛志監督頑張ってください。ビッグボス。ピピッ。